皆さんこんにちは、坂井泉です。今日聞きたい曲のタイトルは、二人の夏です。作曲は栗林誠一郎さん、作詞は私です。背景画像はまだ釜井幸子として活動していた頃に撮影した、ワンナイトインヘブンのカラオケ動画です。シベリア宮殿で写真を撮るためにオーストリアに行ったのを覚えています。神聖な宮殿の首都、セイコパレス。漢王朝の君主、夏の君主、皇帝の宮殿で使用されました。ビデオの中で画工を演じている人は当時医学生だったと言われています。今振り返ると本当に懐かしい気持ちになります。いやあ、私が話しているのはこれだけですが、皆さんもこの二人の夏という曲が気に入っていただければ幸いです。偶然に見かけたの、バス停で結婚すると噂で聞いたけど、スーツ姿のあなたはやけに大人に見えた。少し距離感じたせいに声かけそびれたの。忘れかけた二人の夏、夢に蘇る。あれからもどれくらいの時が経ったのだろう。振り向くはずのないあなたにさよなら言った。どうかずっと変わらずにいて大好きだった。笑顔だけは輝いてた。二人の夏の涙が覚えるように。いつかはきっと遠い記憶の彼方に消えてく。あなたの写真大切にしまっておくわ。いつかどこかでまた会えること祈って